欲しいなという話が出てましたが、はいはい、そこで結婚というのはどういうものかという話をしたいなと思います。斎藤ひとりさんというですね、ちょっとこうスピリチュアルのお話をする人がネットにいるんですけど、まあ、その人のお話を聞いたらですね、この世というのはですね、